セリーグ阪神六 6-5DNA2024 年7月7日甲子園。劇的なサヨナラで2カード連続の勝ち越しを決めた岡田監督。試合の流れを変えたのは途中出場の野口の5回のプロ初安打と6回のプロ初打点。それでも8回にダイソーを送ったことに関して、足がつったんなと岡田監督は内幕を明かした。 情けない特徴した指揮官だが、初めてやもんな。守ったのも三塁まで走ったのも、殿口の全力プレーをしっかり評価していた。以下は一問一答。やれやれというか、よかった。いや、よかったっていうか、そらまあ、久しぶりのこういう展開やからな。どっちも点取ってね。そういうシーソーゲームというか。 今までは点の入らないシーソーゲームやからな。やっぱり動きがあったからなんかいけるんちゃうかというのはあったよ。やっぱりな、流れ的にな。今日は反発力があった。いや、一試合だけやんか。そんなもん、笑い。初めて言うてのにそんなもん。今年初めてで、何試合してんのそんなもん。相手のミスもあるが月のある勝ち方はこれまでなかった。 月というか、今年は結構ファインプレー取られてるの多いよ。本当に多い。いいとこでな。初めてな、相手のミスでもらった点というか、久しぶりじゃないか。こんなの、うん。野口のような選手が出てきた。いや、そら当然出てこないと、しんどいよ。そら、去年のままじゃ、オーン。しっかり内容のある打席だった。いや、もうその通りよ。見たらわかるやん。 そんなんなぁ、おー、うん。最後お前、残そうと思ったら、足がつってます言いやがって、笑い。帰ってこられへんやん、お前。一類コうチャーがなぁ、足つってます言うて、情けない、笑い。初めてやもんなぁ、守ってやらせて。それだけ緊張も、まあそうやろなぁ、そら初めての出場みたいなもんやから、守ってなぁ、おー、うん。 そら初めて三塁まで走ったやろ。打撃はやっぱりいいものが。いや、そらいいよ、オーン。だからなあ、ちょっとずーっと右ピッチャーやったからな。で、島田もよかったからな。なかなか使うチャンスなかったけど、今日は左やったからな。トヨタと野口でな。二人で行こうと思っとったけどな。原口が初級打ち、経験がある。まあ、ねえ、結局もうちょっとチャンスでな。 最後な、最後の爪でやっぱりボール球を振るからやっぱりこういう風になるんやで。もうちょっと楽にいけてるよ、オーン。もっとボール球を見切れたらな。まあ、でもな、なかなかファウル、ファウルであってくるのは難しいよ。チャンスとかで、やっぱり一発で仕留める方がな、そっちの方が大事、オーン。相手に与える影響も全然違うと思うし、なあ、オーン。 仮に12回まで行っても岩崎、ゲラは使っていなかった。いや、もう使わん予定やった。今日は、オーン。最後もあれや、1点差違った富田やった。2点差やったら富田で行く予定やった。霧式も使わんとこうかなと思ってたけど。1点になったらな、使わんとしょうがない、やっぱり。お客さんもみんなおるわけやからな。 一点だとわからんっていう展開になるからな。2カード連続勝ち越しは交流戦前以来。ああ、そう。そんなずっと忘れてたわ。